ハノイリビングの田口です。今ね、私がいますのは、金馬エリア、金馬通りですね。金馬通り、はい、いつものように、夕方の金馬通りですね。はい、ちょっと地下鉄工事がね、これまだ進んでて、全然進んでないんですけど、はい、まあここの際にあります、あの富分スーパーさんですね。富分スーパーさんがありますが、この富分スーパーが入るこのビル、DMC タワーですね。はい、ここのお部屋の、あのリノベートされた部屋がですね、2ベッドルーム、そして、まあ、3ベッドルームもそうですけど、空いてきました。はい、今からね、お部屋の中にカメラを入れて、どんな感じかね、ご紹介します。まあ、弊社もね、ここにあの5階に、オフィスをずっと構えて営業してるんですけど、まあ、ここのアパートはね、ずっと昔からやってますね。はい、で、ただまあ部分部分でリノベートをかけていってるので、まあ、リノベートかけている部屋とかけてない部屋の差がね、非常にあの激しいんですよね。はい、今日ご紹介するのはリノベート済みの部屋、はい、リノベート済みの部屋、きれいにしてる部屋をご紹介します。なのでちょっとこれからね、はい、あのエレベーターで上がって11階にありますので、はい、今からあのカメラを入れていきますね。はい、じゃあこれから室内ですね、撮っていきます。11階、はい、11階に上がってきてリノベート済みの部屋ですねをご紹介します。134平米の3ベッドルームのお部屋を行きますね。はい、まずね、部屋の形を見てください。入り口入りましてね、すぐ際にサブの、バスルームがあるんですよね。はい、洗濯機と乾燥機も組み上がってて、これも入り口ですよね。入り口のところは下足箱があって、まあ、ちょっとした、まあ、玄関っていうのがこう形として分かる、はい、そんな感じですよね。うん、で、右側に曲がるとリビングダイニングキッチンがあって、そこから部屋が1つ2つ3つと、はい、3つ部屋があるんですよね。はい、ちょっとまあ形をね、まず見てください。じゃあリビングダイニングキッチンの方ね、まず行きましょうか。キッチンがこうドーンと広いんですよね。はい、広くなってて、奥が冷蔵庫ですね。はい、でこういうカウンター越しにね、はい、こういうふうにあの引き出しがあって収納があって、その向こうにダイニングテーブルがあって、リビングがさーっと広がってると。はい、11階なんで、なんていうんですかね、もうこの景色は抜群ですね。はい、まあトゥーレコがねこう見えてて、この向こうはリンラン通りですよね。はい、で向き的に言うとこっち北ですよね。まあ北です。はい、北南東西ですね。向こうが西側、今ちょうど夕方なんでね、ちょっと西日が入ってきているかな、入ってきてこんな感じかな。はい、ちょうど西がね、はい、西日がわーっとこう光ってますけど、はい、こんな向きですよね。はい、まあ明るい、はい、134平米なんで広いですよね。はい、このまあリノベート済みの部屋、はい、これが DMC ビルかっていうぐらい、はい、あのでここがまああのちょっと古臭いですけども、バルコニーがあります。ここ出ることできて、ここでタバコ吸うこともできますね。はい、カウンターキッチンですね、こうなってます。で、ここから順番に部屋ね、3つ、一番奥がメインベッドですけど、ここがサブベッドルームですね。はい、ここがサブベッドルーム1つ、はい、収納もあって、エアコンもちゃんとダイキンのエアコンが独立してあります。でもう1つ、はい、こちらに来て、これがサブのベッドルーム、もう1つサブのベッドルームですね。はい、サブベッドルーム、ここの部屋はバルコニーがついてますね。うん、バルコニーがついてますですね。ここから出ることができますね。これ西側ですけどもね。はい。で、収納もしっかりとついてます。はい、エアコンももちろん独立してあります。で、ここがメインのベッドルームですね。こんな感じです。広いですよね。134平米ですね。はい。こんな感じです。で、メインベッドルームに通じるバスルーム。2つ目のバスルームですね。ここはバスタブがあります。はい、ただね、お湯のタンクが上にね、何リットルかちょっと忘れました。50かな ?50 リットルかな、ついてるということなので、はい、まあ、肩までなみなみは難しいかもしれませんけど、
で、イナックスのね、ヒップシャワーがついてると。はい。で、イナックスの洗面ですね。はい。まあ、ここ以外の部屋は、結構ね、ちょっとこう、すごくこう、くたびれてる感じがするんですけども、はい。さすがにね、リノベート済みの部屋っていうのはこんな感じ。はい。結構綺麗ですね。はい。わーっとこうね、こう、形が正方形なのかな？正方形な感じがします。じゃあちょっともう一回順番にね、細かく見ていきましょう。入り口入って、ここの下足箱ですね。下足箱。はい。こんな風に、あります。まあ、靴をここまでいらないかなと思いますけど、まあ、家族仕様134平米なんで、家族仕様に作ってますよね。で、ここが2つあるうちの1つ、サブの、バスルームですね。グラスシャワーと、エレクトラックスの乾燥機と洗濯機がセパレートで、組み上げてます。で、ここは、まあ、ヒップシャワーとかはつきません。一応これはついてますけどもね。はい、普通の便器があって、ここがイナックスの洗面ですね。はい。ここもなんか裏がこうね、開くんですよね。こういう収納になってます。ですよね。下ももちろん収納ですね。はい。ここがサブのバスルームですね。に入り口あって、こういう棚みたいなものがあって、右側に曲がらされて、はい、ここが、うん、キッチンですよね。シャープの、電子レンジ。二口の IH のクッキングヒーターに、ビルトインのオーブン。ね、もうちゃんとつきます。で、二口のキッチンシンクですよね。で、後ろは東芝さんの冷蔵庫。冷蔵庫の横も、なんか、はい、こういう、なんか棚がこうついたりしてますけどもね。はい。まあ、収納はこうやって見る限り、はい、ビダーっとね、左右、前後にありますから、はい。まあまあ、しっかりとつけてますよね。細かいね、あ、そうか、あるか、一応ね。はい。グラス、こういうグラス系とか、まあ、キッチン周りのものはね、まだ、とりあえずドーンと入れてるっていう感じでしょうけど、はい。お鍋大中小、フライパン、炊飯器、まあ、この辺のやつは、はい、うわ、ちゃ、つくと思いますね。ちょっとまだ、セットアップできてないのかなっていう感じですね。お皿とかもね、まだまだ置いてません。要は、なんでしょうね。契約が決まればつけていくのかなっていう気はしますね。あるか。結構こうやって置いてますね。はい、いつでも、まあ、ホテルユースみたいな感じで、短期でも貸してくれるような感じですから、いつ来てもいいように、してくれてるんでしょうね。はい。床のフローリングはね、まあフローリングというか塩ビシートでしょうね、おそらくね。木目調の塩ビシート。はい。まあ反ったりしないで、こっちの方がベトナムはいいのかもしれませんけどもね。はい。6人掛けのダイニングテーブル。はい。で、ダイキンさんの、うん、エアコンですよね。うん。このね、スペース広さ、いいですよね。広いですよね。134平米。家賃は後で申し上げます。はい。まあ、概要欄にもね、載せてますので、概要欄を見てください。はい。ここに出ると、ちょっとさすがに古いなっていう感じはね、否めませんが、まあ、下がね、こういう、なんて言いますかね。地下鉄のこう、高架をこう、ずーっと降りてきて、ここで潜るんですけど、ここで止まってますからね、ずっとね。はい、潜った後、向こうもずーっとこう、はい、メトロポリスの前が金間駅として、地下鉄の一番最初の駅になるんですけども、まあ、果たしていつできるのかっていうね。はい、これは何とも言えないですよね。はい、で、トゥーレコがあって、まあ、こんな眺め。全くこれ北向きですよね。北向きです。はい、いい眺めですね。はい、いい眺めです。はい、ロッテもね、見えてて。はい、この感じですよね。はい。ちょっと部屋に戻りますね。よいしょ。はい。あとはまあこのリビングがね、スカーッとこう広いですよね。これがいいです。はい。で、両サイドにもこう窓が切ってあって明るいんですね。うん。で、ソニーのテレビが置いてあって、まあこの L 字型のソファーに座って、ゆったりとこうくつろいでいただけるかなと。はい。こんな広さです。はい。この広さですね。うん。で、はい。まあ、サブベッドルームに関しては、二つ同じようなのがあるかなと。シングルベッドみたいな感じですよね。あって、で収納がありますと。
で、ダイキンのエアコンがある。テレビまではつきません。ちょっとした机と椅子がある。あ、ここも、そうか。ここも、はい、バルコニーがあるんですよね。バルコニー。はい、それと、もう一つ。ここも、はい、バルコニーがあって、ここもシングルベッドですね。はい、すごいですね。全部の部屋にバルコニーがあるっていうことか。ここもバルコニーが、ちょっと狭いですけども、つきますよ、ということですね。うん。で、最後に、ここですね。あ、ここはバルコニーがつかないんですよね。メインベッドルームだけは、バルコニーはつきません。はい。窓ですよね。がつくということですね。お、そうかそうか。はい。網戸まではつかないんでしょうね。やっぱりね。はい。こんな感じですね。うん。お湯タンク方式のバスタブがあって、はい。洗面お手洗いですね。こんな感じ。窓はつきませんけど、まあ、換気扇が回ってますよね。はい。こんな仕様です。どうでしょうかね。まあ、ここで3ベッド134平米。家賃がいくらかっていうと、これは2000ドル切るんですよ。はい。なんで、まあ、2000ドル切るっていうことは、まあ、単身の方でも一人で行けるんですけど、ちょっとトゥーマッチですよね。向こうに見えてるメトロポリスで、134ともなれば、完全に3ベッドなので、税金管理費、サービス全部入れてもどうでしょうね。どうでしょうね。まあ、2800とかなるかもしれませんね。2500は超えます。だけど、ここは、はい、税金と管理費、ハウスキーピングのサービス、週5日、ね、シーツの交換、リネン交換ですね、は週2回やってくれます。インターネットの料金も入ってる。水道料金も入ってる。日本のテレビも48チャンネル視聴できるサービスが入ってる。はい、そういったものを入れて2000ドル切ります。この部屋が。はい。2000ドル切るんですけど、ただですね、日本人学校のバスはここには来ない。ですね。当たり前ですね。そんなお子様がいないんで。ということは、どこに行けばいいのかっていうと、向こうに見えてる、デイウホテルですね。デイウホテル。はい。これデイウホテルですね。デイウホテル、そこまで歩くんですよね。そこに歩いたら、そこにバスが来てくれますから、はい。バス停までそこまで歩いていくと。ちょっとこの道をトン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 ってこう歩くということが毎日しなきゃいけないよということをどう考えるかですね。はい。なのでまあどうでしょうね。ご夫婦もしくはちっちゃな赤ちゃんいらっしゃるご家庭までがいいんじゃないかなっていう気はします。で、メトロポリスより安いよと。はい。DMC 古いけど、まあサービスアパートだから便利だし、1階はね、もう富分のスーパーさんも入ってるし、まあ、便利なんで、まあ、いいかっていう感じですよね。はい。そういうお客様であれば、ここは狙い目ではないかなと思っています。2020年の10月の今22日の時点で、この部屋が今空いてるっていうことですね。いかがでしょうかね。金間、ナンパーナム金間エリアのど真ん中にあります DMC タワーの11階にある、リノベート済みの3ベッドルーム、134平米のお部屋。これが今空いてます。いかがでしょうかね。はい。内覧等のね、ご希望であれば、いち早く、ハノイリビングまでお問い合わせをしてください。以上、レポート終わります。